これは東方プロジェクトの二次創作です。独自のキャラ設定、オリジナルキャラ、暴力的シーンや表現などが含まれている可能性があります。それでも良ければ、どうぞゆっくりしていってね。ではこれから内容を説明します。何かわからないことがあれば言ってください。冥界の仕事といってもいくつかに分けられています。資料の整理から魂の管理、外回りから裁判など様々と、まあ下から順に説明していきますよ。外回りとは下界ではなく冥界の外です。小町が普段通ってる三途の川があり、彷徨ってる魂を見つけ次第小町に報告する係です。基本的には異変がないか調査を行っております。魂はそのついでといった感じですね。ああ、彷徨う時って結構下界じゃないのか？それは現世に未練があるものだけです。そういったものは事前に調査し、どこにも逃げないように小町が死に立ち会います。基本的には三途の川まで自動で飛ばされます。魂があそこの川に落ちると危険なので、なるべく案内人は多く派遣してます。なんで危険なんだよ。あの川は霊水と呼ばれる死の水です。邪悪な心が溶けた水でしてね、魂の浄化を行った際にそこに流されるのです。魂が落ちれば徐々に溶けてしまうでしょうし、生きてるものが落ちれば取り込まれるでしょうね。まあ普通は生きてるものが来ることはありませんが。怖っ、まさか霊霊がその技を使ったりしないだろうな。どうでしょうね、冥界そのもののような性能なので可能性は十分にあります。異変の調査って、川に何か起きたりするのか？死の水に生息する生物もいくつかいましてね、たまに船を襲ったりするのでバリケードを張ったりしてるわけですよ。それが破壊されていないか、怪しいものがいないか、変わったものがないかを確認するわけです。まあ滅多にないですけどね。見たことはありませんが、冥竜と呼ばれる竜が存在しているらしく、その生物を食らっているそうです。本当にいるのかどうかもわかりませんが。へぇ、お前現場だろ、見たことないのかよ。ねえよ、タメ口やめろてめえ。あ？資料の整理ですが、誰がどこで生まれ何を行ってきたのか、つまり人生プロフィールの整理ですね。それを順列に並べる作業や間違いの訂正を行います。訂正って、具体的にどんなのがあるんだ？生まれた時点で寿命は決まっています。つまり寿命に変化があれば訂正しなければなりません。つまりお前たち三頭身による影響だ。クソ迷惑だったぞバカ野郎。ふざけてめえ。あ、私ってどうなってるんだ？過去に幻想郷にいたらしいがみんなの記憶が消えてやがる。つまりみんなの人生の中に私はいなかったわけだ。確かお前は三頭身としての記録しかなかったはずだな。女神ソフィアも小悪魔もそうだ。あ、ソフィアたちも？どうして？伊吹スイカさん、寿命とは何だと思っていますか？エイリンさんのような医学的なものではなく、根本的なものです。ああ、なんだろうな、運命とか？時間、じゃないかしらね。正解です、ゆゆこさん。生命が誕生した時点で寿命は決まっています。つまりは死のカウントダウンです。あなたは情報によれば過去に戻され三頭身となっている。存在しているはずのものが存在しなくなっている。その時点でリセット、いえ、バグが起きているんでしょうね。そうです。寿命はゼロと表記され、いつ死んでもおかしくない状況になっている。または表記上だけで内部的な寿命があるのか。それはこちらではわかりません。だから寿命が尽きた状態のものが死ねば冥界に連れて行かなければなりません。蘇生など絶対許されないのです。それ以外のものは神々の力による影響で誤差が生まれた。私たちが常に危険な状況下にあるのはそのせいね。まあ世界的に考えたら、さっさと死ねよお前らって感じだからね。変な話するけど、寿命が尽きてんならなんでお前が迎えに来ないんだよ。てめえらが対抗できる力を持ってるからだろうが、あたいが怖くて近づけねえんだよ。小町言葉遣い、おほほほ、あまり調子に乗るとペルセポネ様タイムですわよ。まあ簡単に言うとね、スイカちゃん。冥界的には寿命が尽きてれば回収しなければならない。だけど多くの神々が動いたことで表記上正しいかどうかもわからないの。だからこちらの言い分が多少通ってるのはそのおかげ。だけど私たちは何度も死んでいる。いい加減全て整理しなければ結構まずいのよね。蘇生というのも、もともとは間違った死を修正するためのもの。神々の世界ではどうかわからないけど、本来許されることじゃないのよ。大妖精ちゃんのことは大好きなんだけどね。私も人のこと言えないけど、何の理由があってこの力を得たのか。わかるのは世界を作った神様だけよね。あんた元上司なんでしょ？ちょっと聞いてきなさいよ。いや、この前怒られたばっかだしな。というか待てよ、時間や神々の力が寿命に変化をもたらすのであれば、あるべきものがあるべき場所に戻れば元に戻るってことじゃねえか？問題はどの時点で神々が関わったかだな。それがわかれば戻せるかもしれねえ。さて、続きを説明します。次は移動係ですが。それにしてもこいつ、何かを覚悟してるな。一体何なんだ？なるほど、君たちの状況は大体わかった。とりあえず水橋パルシーがいればコンパクヨウムが再び覚醒進化し、早い段階で戦力になってくれる可能性があるわけだ。すぐにかはわかんないけど、つまりはそういうことだよ。どこにいるかわかんないかな。さすがに覚えてないが記録は残してある。それで大体の場所はわかるかもしれない。ありました。最後の記録データによれば地霊殿に向かったところで止まってますね。この先は数百年分の監視カメラのデータを追っていくしかありません。地霊殿、何か関わりがあったっけ？記録によれば、水橋パルシーは精神が病んでいたことで引きこもるようになったと、治療法がなかったため、コメージ悟りがケアを行ったそうですね。嫉妬しすぎて病んじゃったんですか？いや、恐怖心による影響だな。鬼の視点を異変によって引き起こされたと記録されている。であれ？
この異変、マスターが生まれる100年前ほどの異変らしいですが、どうやって記録を取ったんですか？情報収集ですか？ああ、その辺はすべて役のゆかりから教えてもらった異変だよ。役のゆかりも記録を取っていたみたいでね。ああ、なるほど。しかしこれでは場所は特定できませんね。ふむ、霊泉の波長なら規定の壁も貫通するほどの力があるが、ルカの場合は難しいかもしれないね。星熊ユーリには連絡取ったのか？え、だって今戦ってるんじゃないの？まあ私の作戦通りに戦ってるとは思ってないしね。あ、やっぱりそうだ。うん、河川と一緒にレミリアたちのところに向かってるな。一度避難したのか？まあいいや、連絡してみる。心のケアをしたのにまだ隠れてるってどういうことなんだ？失敗したのかな？さあ、私にはわからないですけど。なんだって？わかった、今迎えに行く。見つかったの？普通に地底で暮らしてるってさ、君たちちゃんと探したのか？探したよ、街中以外は。そこじゃねえんだろ。いやだって、変なエロジジイがいたし。はい、厳重に浴場するクズでした。でも優しかったです。まあいいや、魂魄ヨウムやココアの参戦はこっちにとってかなり有利だ。霊夢はシドニーたちに任せてそっちを終わらせよう。私たちも試練の的やらに行くんですか？どのくらい化け物レベルになったのかも気になるしね。それに、アルテマウェポンとやらの力も非常に気になる。ゼニフラのオメガとの関係も何か関わりがありそうだ。それに、古代兵器との関係もね。とりあえずまずは水橋パルシーだ。ここだよ。あ、ちょっと歩いたところだったね。あのジジイ適当なこと言いやがって。危険はないだろうね。戦いに巻き込ませるのは勘弁だよ。大丈夫だ。ちょっと力を借りたいだけだからね。安全は保証するよ。そうかい、それならいいが。それじゃあこのまま河川を拾って魔女のところまで頼む。わかった、マスター。それでは一度離れます。ルカ、ついでにアデルの力を分析、そしてヤシトラにアデルがいた研究所の場所を聞いておいてくれ。何か役立つかもしれん。了解です。瀕死の者がいたら回収もしておきます。頼んだ、くれぐれも気をつけてくれ。アデルらしき者が地上に降りている。つまり今研究所には誰もいない。うまいことやれば技術も回収できてアデルも止められるかもね。よし、入るぞ。失礼するよ。水橋パルシー、久しぶりだね。え、何？今忙しいんだけど。絶対違う理由で引きこもってますよね、あの人。何かよ、君たちが知りたいような話題もないけど。君は、ここで何をしてるんだ？何って、見ての通りゲームだけど。ねえ、ちょっと貸してよ。ダメだ。いやしかし、君は鬼の四天王異変以降に精神を病み、ずっとそのままだったと聞いてるが、悟りの治療で治ったのか？ああ、あったね、そんな時代が。私もあの頃は大変だったよ。若さはあんなクソガキ、リルムが死んだじゃねえか。あたい何もしてねえぞ。まあ、治ったならよかった。君はなぜ他のみんなと交流しない？ゲーム好きの連中なら何名かいるぞ。ああ、アーカブヤとかフランドールとかいうやつだろ。私はマルチとかやらないんだよ。どうしてだ？その方が楽しいだろ？はん、対戦や協力プレイばっかでストーリーはスッカスカ。ああいうゲームを絶賛してるやつって脳みそ空っぽだからな。しかも数ヶ月後にアップデート更新の完全版商法だろ。その頃にはこっちは冷めてんだよバカ野郎。でもストーリー重視のゲームってムービーゲーに走りがちで全然売れてないじゃん。その通りだ。クソゲーばっかり量産されてる事実はある。だからこうして過去のゲームで楽しんでんだよ。あ、これってあんたが作ったゲームだよね。ソフィアって本当にこんな格好で歩いてる変態なのか？いやん、ハレンチ。いや、実在はスルダソフィア本人ではない。その力をモデルにしたものだ。あ、そう、なんで神々って露出が多いんだろうな。美貌に自信があるからか？妬ましいわね。それで、悟りと話した後は何をしてたんだ？ユーリと会っていながらなぜスマホも持ち歩いていない？ソフィアって誰ですか？ああ、まあ白霊の巫女の話やら今後の生活環境の変化について話されたね。まさか本当にこうなるとは思ってなかったけど。ユーリとは何回も会ってるし、地上で何が起きたのかも基本全部教えてもらってるよ。このゲームもその異変を参考にしてたわけだ。まあ、最初はスマホはどうしよっかってなったよ。だけど位置情報がわかるんだろ？あまり面倒ごとに巻き込まれたくなくてね。なるほど、確かに敵に狙われるリスクはあるか。下手に誰かに慰められるよりも、ゲームの内容で癒される方が全然ケアされたね。オペラとかマジで感動したわ。あんたセンスいいね。ありがとう。あれを歌ってるのはミスティアとソフィアだ。よかったら今度会ってみてくれ。わかってると思うけど私結構人見知りなのよね。大丈夫だ。アリスも克服してる。あ、あの金髪のお姉ちゃん、あの子綺麗だよね。私もああなりたいわ。そろそろ本題に入りたい。君の力を借りたい。嫉妬心の力を。はぁ、なんで？君の力は特定の感情を引き出す力。今の時代ではかなり重宝される力だ。ぜひ協力してほしい。戦いには参加しなくていいから頼めるか？嫌だよ、そう言って無理な要求してくるんだろ。もう誰かに恨まれるのは勘弁なんだよ。迷惑かけてしまうくらいならここにいた方がいい。まあ気持ちはわからなくもないかな。わちきも正直関わりたくなかったし、前向きなのは力あるやつだけだって。ゲームを前作上げるって言ったらどうだ。テレビも大型のを上げよう。最新作ゲームもつける。いらん、アクションゲームばっかり出しやがって。 RPG を作れ、 RPG を。ああ、どうすればいいんだ。ルカがうまく扱えるかどうかもわからんしな。あの、ニトリさん、あのゲームって実際あった話であり、モンスターも一緒なんですよね。まあオリジナルモンスターもいるけどね。パルシーさん、今から会う方はアルテマウェポンさんですよ。え、マジで？あれ？なんだ、そういうことならさっさと言ってくれればよかったのに。写真撮っておきたいな。カメラカメラ。よし、行くぞお前ら。ゲームの力やべえな。
な、何の用ですか？ここに来る意味なんてないはずですが。お前らにはな、だがそいつの力には意味がある。お前が知っていることを話してもらう前に聞いておきたい。お前は何のためにその力を得たのか理解しているな。なんとなくですが、予想はしています。具体的にお前はどんな力を得ているのか言ってみろ。どうしても言わなきゃダメですか？答えなければ帰省して記憶を知るまでだ。どうしたの？もうわかってることじゃないの？言わないなら私の考えを先に答えてやろうか。お前の力は記憶を操る力じゃない。本当はその世界に入り込む力、違うか？人の記憶とはそのものの生きた証、そして時間だ。つまりお前は、人の時間に入り込み事実を書き換える能力、おそらくは覚醒進化させれば扉を開けることが可能になり、そして侵入できる。それって、別世界の作屋さんの力と同じでは。私が言いたいことがわかるか、キネイマル。霊霊の件は触れてはいけないんです。キネイマルに関わらないでください。霊霊なんて今更どうでもいいんだよ。こいつが問題なんだ。何を言って？黙ってろ、こいつは全てを知っておきながら隠している。霊霊さんの件に触れない、そしてこのことを口外しないと約束するならお答えします。安心しろ、あいつに関わる気はない、それに魔女にもな。わかりました。僕の力は、ジェノバさんが考えてる通り、記憶と平行世界を操る力、記憶だけではなく平行世界も操ることが可能になるでしょう。そして別世界で起きてる現象がその力と似ている、ですが僕とは全く別の存在と考えています。さらに上の存在か。はい、大妖精さんの記憶から僕と似たような、いえ、上位互換ともなる存在が浮かび上がってきました。そのものの名前は、禁断神、アトモス、時間と記憶を食べる程度の能力を持っています。詳しいことまではわかりませんが、その力を使うことも宿ることもなく、ただ幻獣界で外を眺めていたそうです。おそらくは力を奪われ悪用されている、時間と空間と記憶、それらを超越する存在となって各世界のものの力を奪っているんです。思考神はその存在に気づいて僕たちを助けようとした、しかし世界を拒み、さらなる力を与える結果を生んでしまった。僕の使命はおそらく、奴から記憶を守ること、それを果たすには覚醒進化させるしかない。ですがそれは、奴の出入り口を作ってしまうことになるんです。奴は食べることができても入ることはできない。だから代わりに時間操作で行き来してるんです。力を重複してそれを可能にする可能性は？可能ですが時間がかかると思います。昨夜さんですら進化に近い性能を得るまで何千万年も繰り返してますから。奴にとって一番都合がいいのは、両者が揃っている世界を増やし、それらを吸収し、最終的にはクリスタルを得られる確率を上げることです。多分現状の強さの予想ですが、始まりの女神以上、完全となった思考神未満だと考えています。ニトリは古代兵器やクリスタルの回収、そしてタイムマシンで平行世界を行き来するつもりだぞ。どうするつもりだ？もう手遅れです。過去の事実としてニトリさんは動いています。多分人間界も崩壊に近づいているでしょう。待ってキネイマル、一体どういうことなの？そうよ、話が全然わからないわ。すみません、理解されても困るんです。すみませんがこの記憶は後で消させてもらいます。わかったわ、今すぐ記憶を消して私たちを外へ誘導しなさい。二人の邪魔はしないわ。ちょっとあや、何を言ってるのよ。いいんですか？いいの、あなたの好きなようにしなさい。話すべき時が来たら教えて。すみません、それでは。あれ、何してたんだっけ？へへ、なんでジェノバがいるのよ。すみません、二人で話したいことがあるので別の部屋に移ってくれますか？個人的なことなので。わかったわ。すみません、お待たせしました。いいのか？母親だろ、お前を信じきってる。母親はいろいろ抱えすぎている、これ以上の負担は与えたくない。何かプランがあってきたのでしょう。教えてください。大体はな、これからお前と話して考えをまとめる。このプランを完成させるには協力者が必要だ。だがまず、エボンジュの力を使って覚醒進化できるか試してみよう。話はそれからだ。うまくやれば奴を出し抜くことができるし、この先の異変も止められるかもしれない。